はい、今日はですね、ブリッジ前日、ブリッジ40の前日、前夜祭というかね、佐藤課長、何年ぶりですか？3年ぶりです。3年ぶりのローズ仙台がコロナでできなくなって、で、3年ぶりですね。はい、で、まだ、タケル DBS のベルト、メタルギアのベルトを持ってます。はい、ということで、今日ブリッジ40のために参戦で名古屋に来てくれましたが、4月24日、女性戦について佐藤会長の、感想というか聞きたいなと思って、あ、ここに山田です。焼き鳥の山田です。で、あの自信持っていいよ。いや、あれ、待って、待って、勝てたでしょ。倒れないですよ、勝てるんですよ。そうなんよ、そうなんですよ。やっぱ、気持ちで折れただけで、やっぱり勝てる。もう一回なら勝てるから。後世までか。やっぱ経験の、今しか喋れないんだ。経験値、そういうことね、勝てる試合だったなって思って。やっぱり、タケル的に、やっぱり、1ラウンドからこう前に出てきたっていうのは、あれなんですよ、K-1 の小沢海人戦とか、あと誰っけ、小沢海人戦の、やっぱり僕が思ったのは、K-1 の試合しか見てないんですよ。で、上田の試合は、ジャスアイアの試合が出てないんですよ、ね。で、もっと言ったら、多分ジャスアイアっていう名前で出てるかもわかんないんですけど、出てないかもしれないです、痛いです。で、そうじゃなくて、K-1 の試合、小沢海人で、やったらいいんですよ。浦部、それから、アンポ見てやるので、素人見たいです。なんでそれ一緒だよ。素人の試合は見てないから、でもその試合が一番大事だって。見てないですよ。で、ムエタルールでやる対人は K-1 ルールで言う対人とは全く違うから。そうなんですよ、そうなんですよ。で、K-1 ルールで出てる試合何試合見て、で、素人戦はない見てなかったそうなくて、で、K-1 ルールだけの試合見て、で、いざ試合始まったら全く別人。ムエタイルールの体重K-1 ルールの体重は全く別物だから。なんで、あれですよ、自分もムエタイのトップ選手も戦ったし、いろんな試合やっぱりやってきたけど、 K-1 ルールっていう、じゃあ今の場合あるよね。で、やってる、その、大使を見て、ここまで違うのかっていう。来世まではゼロになれんけ。めちゃめちゃ挑発。首相撲もあって、肘があれば、全く別物だから。別物だから。離れてのパンチキックだけの、やっぱりルールとは違うから。大使も本領発揮するし、やっぱり映像と実物とはやっぱ全く違うっていう。ですね。あと、スマホで見るとめっちゃ舐め切っちゃう。逃げてきたら。あ、そうだそうだ。無理ですね。勝てない気がする。どこにおるかもわからない。もらった瞬間。ああ、はい。全然あれですか。サウスポーどうしたのね。そう、いや、ちょっと、オーソドックスが主ですね。ああ、途中でサウスポーに変えたり。そう、だからやっぱ、簡単のハイキックとか、やっぱりあれだ、やっぱりめちゃめちゃうまいからね。打撃の、展開の中でですね。長ければ長いほど、あっちもやっぱ引き出しを、やっぱりどんどんいろいろ出してくる。3分3ラウンドじゃん。そうですね。やっぱり危ないし、やっぱり4ラウンド、5ラウンド、やっぱり展開が動くから。タケルは今、
仙台の佐藤会長、ドローンサイズの DBS のペット持ってて、あと、アルゲー、ね、琉球で持ってて、持ってるんで、まあ、はっきり言って、まあ、地方の選手、うちはもう名古屋の。で、自分は、まあ、ブリッジ、ずっと昔から出てて、そこから、ドローンサイズと、で、その沖縄。あと、グリーンボーイファイト持っていて。ね、グリーンボーイと思ってて、そういうのもあって、で、ここまで来てるんで、もう、地方の看板として、ここから世界に出てくる、はい、まずは、まずは東京のね。東京、まずは東京のね。なんで、地方のドラゴンスタジアム、琉球、RK、それから、グリーンファイト、まあ、関西もそうだし、で、関西でもプロの試合やってるね、はい、うん、なんで、もう地方の夢として頑張っていきますんで、で、あと、4月23日、はい、ね、クリアキ戦、ね、もう決まって、で、地方からでも夢を得れるよっていう感じで、頑張ってもらいたいですね。はい、ということで、佐藤会長DBS 王者として、はい、沖縄の RK 王者として、はい、これからやっぱり地方だけれどもやっぱり東京に負けないような選手になって、やっぱりこう見返して、やっぱりこう殺走魂のような選手として頑張ってもらえれば、やっぱすごく嬉しいし、周りも応援してるから頑張って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あ、じゃあ待てよ、お願いします。はい、見せてください。頑張ってください。ありがとうございます。ご苦労しよう。美味しかった、今日最高。ありがとうございます。明日ブリッジ開催なんで、オニオンスライス最高。ありがとうございます。焼き鳥です、焼き鳥屋。皆さん、はい、皆さんオニオンスライスのために来てください。すごいオニオンスライスです。日本一ということで、ゲットマーチャンネル、ありがとうございました。ありがとうございました。